はいどうも皆さんこんにちは。本日はこちら触らぬ神にたたりなし、はい、こちらのチャレンジ攻略法を皆さんにお送りしていこうと思います。ガガちゃんのケースケ実況のケースケです。ポーということで6月のアップデートやってきました。はい、新ユニットドルイドを使ったチャレンジですね。いつもですね、初心者の方向けに、初心者の方でもね、簡単に攻略できる方法、実況主、はい、探してきているんですけれども、今回はですね、ちょっと最近忙しくて、はい、ちょっと、初心者の人でも攻略できない可能性ちょっとだけあります。ただ、その代わり攻略法ね、2つ、はい、紹介いたします。で、もしこの2つの紹介、攻略法で、はい、クリアできないようでしたら、コメント欄でね、どこが難しかったとか、コメントお願いいたします。で、あまりにも難しいというコメント多かったですね。また明日か明後日にでも、はい、触らぬ神にたたりなしの、はい、もっと簡単な攻略を動画でお送りしていこうと思います。はい、なので、カーカー動画ほぼ毎日投稿しておりますので、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、チャレンジ、もし難しいっていうね、コメントが多ければ、また次の日に、はい、もっと簡単な攻略法動画とかも出していきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、触らぬ神にたたりなしの攻略法、お送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。それではね、攻略を話していくんですけど、今回はね、まず一つ目の攻略法はね、もうドバ出しで、はい、クリアできてしまいます。はい、なので、主に5時のね、こっちから、はい、ドバ出しの方、やっていきます。で、あとはもう、ドロイド出して、ストライカー3体出して、みたいな感じ。で、あとは、もうこれはちょっと上級者向けになるんですけどね、このドバ出し。はい。あとはもうちょっと様子を見てってあげて、例えばシングルインベタバーが、ババキンとか、ロイヤルチャンピオンにターゲット取ってたらね、こんな感じでフリーズで止めていってあげたり、はい、しましょう。で、こんな感じで様子を見てってあげながら、さあさあさあやっていきますよと。で、フリーズでしっかりとマルチインベタバーとか固めていってあげて、はい、レジェンド呪文をね、ドラゴンライダーとか、もろもろにね、当てていきます。はい、こんな感じで当てていきます。当てていって、さあさあさあ、レイジもね、どんどんかけていくよと。で、ポイズンで、はい、しっかりと、相手のね、パピーを処理していきながら、こんな感じで様子を見てって、上げていくと、前回ね、取ることができます。はい。なので、上級者の方、クラクラ8、やってね、もう何年も、やられてる方はね、このドバ出しで、全然ね、取れると、思います。ちょっと、これタウンホール残ってるんですけど、まあまだ、アチャクイとか残ってるし、レイジも一発残ってるんで、こっからでもね、全然、取ることができます。はい。本来はね、このドバ出しなんで、余裕ある時と余裕ちょっとギリギリになっちゃう時とか、あります。これ、今回はちょっとギリギリのパターンですね。間違いなくギリギリのパターンになってしまってるんですけど、はい、ガゴね、当てる場所まだないですね。当てる場所ないと。まあまあ、まだ能力残ってるんで、はい、様子見で全然大丈夫です。様子見で全然大丈夫で、ここから着衣がぐるっと回ってって、で、この間に、さあ、ガゴとかで削りの方やっていくと。そしたら、もう着衣こっちの方に回ってくるだけなんで、はい、回ってくるだけなんで、あとはもうここからレイジかけてってあげて、で、着衣ね、やばいなってなったらね、能力使ってってあげましょう。ここ届くか、この距離。あ、この距離届かない。あ、届くわ。はい。はい、こんな感じでね、今回ドバ出しで、取ることができます。で、なんですけど、まあ、初心者の方からしたらさ、わかんないじゃないですか。わかんないので、とりあえず初心者の方はね、この手順でやれば全開できるんじゃないかなっていう、はい、攻略を探してきたんで、今回そちらね、お送りしていきます。はい。では、攻略をお送りしていきましょう。まずは5時の弊社からアイスゴーレム、アチャクイ、バーバリアキング出します。6時の大砲にはロイヤルチャンピオンを当てていってあげます。で、アイスゴーレムこれね、弾けてくるんで、そしたらね、5時から、はい、ストライカー3体出してってあげましょう。これで相手のヒーローを処理していきます。で、こっからですね、シングルインフェ、ここのシングルインフェが誰にターゲ取るかよく見定めていきましょう。ババキンにターゲ取ってるようだったらね、しっかりとフリーズで止めてあげてください。で、ロイヤルチャンピオンもちょっと HP やばいんで、能力発動してってあげて、これね、防衛援具を、はい、連れ出していきます。で、そうこうしていると、ババキン勝手にね、能力、発動してって、くれてますね。はい、能力発動してってくれてると。で、この形に、はい、なりましたらね、あとはもう、
呪文とかね、しっかりとフリーズで、ここ大使クロスとかで、あちこちね、タケ取られてるんで、固めてあげましょう。もうここはね、フリーズもう全部使っちゃっていいです。全部使っちゃっていいです。で、あとは、ラバ弾けたらですね、しっかりと、後ろからガゴ1体でも投げてあげて、パピーショーで早めてください。で、ここでさ、アチャックにね、霊地をかけてってあげて、で、ここでクローク発動してって、たくさんね、施設を壊せてもらいます。できれば、クロスボウあたりまで行ってほしいですね。クロスボウあたり、アーテスが出てきて、で、クロスも折ってくれる。で、ここまで、はい、伸ばせたらもう勝ち確です。ここまで伸ばせたら勝ち確です。はい、アイス、二次方向、はい、こっち側の防衛数が残ってるんで、こっち側から、はい、バルーンと、ドラゴンライダー、そして、ロックボーマー全部投げ込んでいってあげてください。で、こっからさ、マルチインフェにタゲ取られ始めるところで、はい、新ユニット、ドルイド、投げ込んでいってあげましょう。こうやってね、進軍させていきます。で、マルチインフェ区画に入ってきたら、はい、ここで一回、レジの方、かけていってあげて、一気に破壊の方、早めていきましょう。で、次にきつくなるのが、ここですね。ここの、シングルインフィとマルチインフィのあたりなんで、そしたら、次はね、こっちの方向に、はい、霊場ね、かけてってあげて破壊をしていきます。で、これでもう呪文打ち終えて落ち着きましたら、あとは回収のガゴをね、こう周りから出してってあげる。で、6時方向とかもここら辺とかね、ガゴたちで、はい、刈り取れますんで、こんな感じで刈り取ってってあげましょう。そうですね、ヒーローたちで、タウンホール壊すあたりまで伸ばすことができたら、もう勝ち確。はい、もう余裕で全開取ることができます。あ、待って、ちょっと待って、これ勝ち確じゃないかもしれない。いけるか、これ。いけるか。このシングルインフェ、俺もこっちのも。あ、いきましたね、いきました。はい。こんな感じでね、全開取ることができます。ただね、ちょっとね、不確定要素があって、今回俺がね、ちょっと初心者の方でも、クリアできないかもしれないって言ってた、要素ですね。があって、その不確定要素がですね、ちゃんとアチャクイとかがこっちの方に動いてくれない時とかがあるんですよ。それがね、ちょっと不確定要素で、申し訳ないなって思ってます。なので明日ね、もっと簡単な攻略を見つけたら、また明日ね、動画にいたしますんで、はい、ぜひチャンネル登録、そして通知をオンにして楽しみに待っていってください。で、まあ、クリアできない難しいとかっていうコメントが少なかったら、まあ出さないかも。はい、知れないです。ちょっとコメントの比率をちょっと見ます。では、いきますよ。はい。ババキングシングルインフィンタケ取られてたんで、はい、フリーズ。で、ロイちゃんはここでもう能力使っちゃっていいです。ホグでシングルインフィンしっかりとぶっ壊していきましょう。で、あとはロイちゃんで、はい、ストライカーね、1体処理することできればいいか。はい、1体処理することできました。オッケー、いいね。はい、しっかりと引っ張られてくれました。はい。で、さあさあさあ、ここからね、防衛援軍が、ちゃんとね、こうやってちょっとチクチク嫌なんで、はい、しっかりと処理していく。で、そしたらね、ラバーハンド、うまいこと処理できたらですね。はい。弾けます。弾けたら、まあ、ガゴ1、2体ね、当てていってあげてください。どうせ結構ね、後半ね、余るんで。はい。パピー処理を早めていきます。はい。早めていきました。いいですね。この形いいですね。今のところ、この形めちゃくちゃいいです。はい。このめっちゃいい形取れたらね、もう勝ち確です。はい。行きましょう。で、まあ、レイジもまあ、余るんで、はい。レイジからのフリーズで、はい。ちゃんと固めていってあげましょう。まあ、圧着位伸ばすに、ね、越したことはありませんから。伸ばせば伸ばすだけいいですから。はい。で、やっていきました。はい。なので、これで、はい。一時方向残ってるんで、こっからバルーンとドラゴンライダー、はい。出していきます。で、さっき言ったことですね。バルーンたちがマルチインフェルタワーに、はい。攻撃されるあたりで、後ろから、ドルイドたち、はい。当てていきます。はい。まあ、なんか散らすように出しててあげてください。で、回復してあげていくと。で、はい、きつい区画ですね。マルチインフェ区画に、しっかりと、はい、霊場ね、かけていってあげます。で、第二陣の霊場ここですね。ここがマジできつくなるんで、こっちに霊場当てていってあげます。で、余裕があれば、フリーズで止めていきますっていう感じでね、保護していきましょう。で、まあ、この段階で落ち着くんで、あとはガゴ出してって回収していけばいいよねっていう、そういうね、攻め方になります。はい。なので、はい、皆さん、クリアできなかったら難しいってコメントよろしくお願いいたします。今回はね、ちょっとね、時間がほんとなかったんで、ほんとはもっとね、いつもね、時間かけて、初心者の方でもなるべく簡単にクリアできる方法とか探してるんですけど、ちょっと今回はね、時間がなかったんで、ドバ出し、はい、1本目はドバ出し、で、2本目はヒーローの動きにちょっと不確定要素があるっていう感じの、はい、攻めになってしまいました。そうですね、結構ね、アップデート情報がね、なんか、濃い感じ。
だったし、フレチャレとかでね、めっちゃなんかいろいろ遊んだりとかしてたんでね。はい。ということで、はい。今回はね、サワラヌ神にたたりなしのコレクをお送りしていきました。ペースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。そんな感じで今回はサワラヌ神にたたりなしの、はい、攻略動画をお送りしていきました。はい。なのでね、また明日ね、もっと簡単な攻略をね、見つけたら、はい、動画にするかもしれませんので、ぜひね、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。